ボブ・ガイメルはアメリカ合衆国のプロレスラー、プロレスプロモーター、アイオワ州アルモナ出身。スキンヘッドに全身豪毛のヒールとして活動する一方、1960年代から現役引退後の1980年代にかけては NWA セントラルステーツ地区のプロモーターとなって手腕を振るった。NWA の会長職も務め、 1978年から1980年、1982年から1985年、1986年から1987年まで、通算3回にわたって就任している。ハイスクール卒業後にアメリカ海軍に入隊し、CB 隊員として第二次世界大戦に従軍。終戦後はアイオワ大学にてレスリングで活躍。 1948年には NCWA のチャンピオンになっている。1950年にプロレスラーとしてデビューしてからは、地元、アイオワを含むカンザス、ミズーリなどの中西部やテキサスのアマリロ地区を転戦。中西部では、テキサス出身のテキサス・ボブ・ガイゲルを名乗り、その一方で、テキサスでは覆面レスラーの A ボンバーに変身することもあった。 1958年10月31日、ミズーリ州セントジョセフで行われたトーナメント決勝で、ボブエリスを破り、NWA セントラルステーツヘビー級王座を獲得。以降もサニー・マイヤースや、パットコーナーなどを相手に、同王座を争った。バーン・ガニアが旗揚げした初期のアワにも参戦し、1961年6月には、ジンキニスキーに代わるハードボイルド・ハガティの 公認パートナーに起用され、あわ世界タッグ王座を継承。以降、同王座を通算3回獲得した。1963年、カンザスシティを中心としたセントラルステーツ地区のプロモート券を獲得。パッドオーコーナートグストカラスを共同経営者にハートオブ、アメリカスポーツアトラクションズを立ち上げる。1973年には主力レスラーのハーリーレースが、 NWA 世界ヘビー級王者となり、同地区も NWA の要石として流星を迎えた。1974年1月、全日本プロレスの新春 NWA シリーズに初来日。全日本には1976年5月の NWA チャンピオンシリーズにも再来日している。すでにレスラーとしては全盛期を過ぎており、 短期間の特別参戦という扱いだったものの、シリーズ名が示す通り、NWA と全日本プロレスとの強固な提携関係を印象付けた。以降もジャイアントババとは密接なパートナーシップを築き、NWA 世界王者のレースをはじめ配下の選手を全日本にブッキングする一方、佐藤昭夫や高千穂明久などの全日本所属選手をセントラルステーツ地区に迎え入れた。 1978年にエディ・グラハムの後任として NWA 会長に初選出され1980年まで就任。1982年1月には姉妹団体セントルイスレスリングクラブをレースと共にサムマソニックから買収。当時の NWA の総本山、キール・オーディトリアムでのビッグイベントを定期的に開催するなどカンザス及び、 ミズーリ一体の実験を掌握し、9月には NWA 会長にも再選出された。しかし、1984年に WWF がビンスマク・マホンジュニアの新体制下で全米振興を開始すると、新しいメディアであるケーブルテレビへの参入に乗り遅れたこともあり、多区同様に経営状態が悪化。1986年9月、 ジム・クロケット・ジュニアにセントラルステーツ地区の運営権を売却することになる。同月より3度目の NWA 会長職につき、1987年2月には、クロケットから団体を買い戻したが、勢力的な M&A 戦略で、マーケット規模を拡大したクロケットが、NWA における権限を強大化させたため、同年下期に NWA を脱退。 WWF と NWA への対抗策として、旧セントラルステーツ地区に新団体ワウィを設立した。しかし、両メジャーには立ち打ちできず、1989年初頭にワウィは活動を停止。ガイゲルもプロレスリングビジネスから撤退した。2014年10月30日、カンザスシティの介護施設で死去。90歳没。長らく、 アルツハイマー病を患っていた。ありがとうございます。